今シーズンから SNS 係を務めることになりました4年の渡辺亮平です。チームとして長崎遠征に行ってきました。そこでたくさん選手の素顔を撮ったので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。お疲れ様です。ホテル変わったんで楽しんでいきましょう。綺麗なんで、はい、楽しみたい。法政の OB の方がやってくれてるらしいので、はい、社長敬意を払って楽しんでいきましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか？いや、ハードだっすね。だいぶハードだっすね。はい、だいぶ。だけどこれ見てください、食事素晴らしい。絶対彼もってます。絶対林織り。お疲れ久保。お疲れ様です。よしきもお疲れ。どう、ご飯おいしい？食ってないけどな。お疲れ様です。今日地獄です。何？今日地獄です。今日地獄。お疲れ様です。お疲れ様です。ハルト、お疲れ。お疲れです。どうだった？めちゃくちゃきつかった。きつかった。やっぱ役者と仲いいの？大津で。ちなみにいつバリカマチョです。彼はもうすごい、まあ、どっちでもいいけど、いびきうるさいです。そう、ずっと言うの。まあ結局仲いいってことだね。ずっと言うのそれ。お疲れ様です。すいません。どうだった今日試合？いや、ちょっと勝ちたかったです。そうだね。ご飯は？ご飯に向けての感想は？やっぱここでも戦いあると思うんで、自分に勝てるように頑張って。お疲れ様です。お疲れ様です。なんで一人一個取ってください。ありがとうございます。ありがとう。何してん？いや、めっちゃいいっす、ここのホテル。いいんだ。はい。これちょっとくつろいで。ちょっと部屋4人なんで、一人の時間欲しくて。こういうとこでちょっと携帯いじったりしてるんだ。はい。そっか。結構いいっすよ。キャプテンとしての苦悩も。そうっすね。一人になって。ちょっと一人で考えたい、そういう時間もあるんで。そうだね。はい。頑張ってね。ありがとうございます。ウォッチプレミアリーオンダゾーン。おはようございます。おはようございます。ゴミ拾いしてるの？これは法政の伝統というかね、朝の散歩でゴミ拾いするっていうのは。どう、こうよ、ゴミいっぱいある？えぐいっす。え？えぐいっす。えぐい。ゴミしかないっす。おはよう。よし。うい。おっと。大物ありました。何？大物ありました。大物ありました。はい。服ですかね。ヒートテックです。入れておきましょう。入れておきましょう。貢献して。ナイス貢献。お疲れ様です。どうでしたか？ここに来て3試合目。3試合目だよね。3試合目。マジやっとゼロ、まあ、失点ずっとしてたんですけど、やっとゼロで終われてマジで嬉しいです。すごい前線の選手がハードワークしてくれて、で後ろの選手も守りきる声とか戦ってる姿を後ろから見ててすごい良かったし、まあ、個人としても、まあ、1個いいセーブできたんで良かったと思います。チームとしてやりたいこととやるべきことが合ってきてるなっていう感覚はあるんでいいと思うんですけど、まあ、それが1日目からできたらよかったなっていうふうに、あと2日くらいあるんで、まあ、もっと良くなって天皇杯入っていけるようにチーム全員で頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。引き続き頑張りましょう。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。どうだった？まあ、ちょっと今日ちゃんとフォワードとして2点取れたんで。え、今日2点？今日2点です。本当？継続して。そうだね。いやいや、まあ今日だけで天皇杯に向けてね、頑張っていきましょう。やっぱフォワード多いんで、やっぱでも自分出たいんで思います。そうだね、頑張りましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。まずは今日3試合目ですけど、はい、どうでしたか？今シーズン練習試合も含めて失点がなかったので、6試合目7試合目にして初めて0失点、最高の気分でございます。ありがとうございます。はい、まあ、こう長崎っていう地で環境変わってやってるんですけど、まあ、選手たちもすごい楽しくというか、うん、ピッチ外のとかやってるんですけど、まあ、スタッフ陣とかはどんな感じですか？スタッフ陣も同じく、
最高の環境で、過ごさせてもらって、温泉も入り、めちゃくちゃ美味しいご飯も食べれて、ぷくぷく太ってきております。はい、そうですね。はい、じゃあぷくぷく太りすぎないように、はい、気をつけて頑張っていきましょう。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。まあ2年目ということなんですけど、どのような意気込みで今年は臨もうと思っていますか？昨年はアイリーグ全国行けなかったんですけど、新人戦は初めて全国に行くことができて、で多分セカンドチーム史上アイリーグと新人戦の2つダブルで全国に行ったことは多分ないと思うので、去年行けないって言われてた新人戦で全国に行けて、新人戦も全国に行けるってことを、まあ、1個は証明できたので、今年はアイリーグと新人戦のダブルで全国に行くことをチームの目標としています。はい、ありがとうございます。引き続き一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。Watch Premier League on the Zone。おっとっと、目合っちゃいましたね。合っちゃいましたね。こんにちは。こんにちは、林光輝です。まあ、良平くんから指名されて、まあ、部屋周りの体調というか、ちょっとみんなの素顔っていうのを迫っていきたいと思います。では、行っちゃいましょうか。行ってみましょう。まずどっから行く？そうです、まずじゃあ一番近い方こっから行っちゃいましょうか。271行っちゃいましょうか。行ってみましょう。じゃあ、271行きます。返答ないの？入っちゃっていいのかな？いいんじゃないですかね。じゃあ、失礼します。待って、寝てる。寝てます。寝てますね。寝てますね、これだいぶ。疲れてるんでしょうか？疲れてます。疲れが。ちょっと電気つけちゃいましょう。申し訳ない。体感で手前として持って、はい、全部として見て、ちょっと手前移します。はい、足長、足長、足長いっすね、これ長いね、これ。まあ、ちょっと寝かしておきましょうか。そうですね、このまま寝かしておきましょう。長いね、これ。何メートルこれ、すごいね。すいません。じゃあ次行きましょうか。次行きます。おやすみなさい。ここ新丸さん来ましたね。はい、ここだいぶ期待の匂いしてて。期待の部屋です、ここは。紺の、はい、石払います。はい、これ期待です。期待です。若手のルーキーになります。はい、お願いします。失礼します。やばい、お腹痛いわ。ポッポッポッ。大丈夫か？大丈夫？やばい、でかい。ハリ君見て。ゆう君、詰まってるっす。詰まってるっすか？ありえないっしょ。マジか、マジっすか。でかいっすよ、これ。危ないよ。いや、それ本当にマジでごめん。いや、それラメやでかい。整いました。紺野いぶきの代弁と書きまして、紺野いぶきのハムストリングと解きます。その心は？どちらも詰まってるでしょう。どうもー、お疲れ様です。お疲れ様です。しゅんちゃん、きょうちゃん、けいちゃん、早くおいでー。うん、はーい。今から言葉の練習するんで。パパ、ああ、ママ、ああ、かのちゃん、ああ、あおし、ああ、しゅうた、ああ、ベビ、ああ、切ないな。パパ、ああ、ママ、ああ、あともうちょっとなんだけどな。あともうちょっとなんだけどな。お疲れ様です。ポット。お前らおかしいだろ、マジで。どうなってんだよ。何、どうしたどうしたどうしたこいつら、マジで。俺、今シーズンゴール決めんのに、こいつら俺のゴールパフォーマンス考えないんすよ。どうなってんマジで。どうなってんだよ、お前ら。すいません、すいません。右、左、右、左、前、後ろ、前、後ろ、前。これじゃん。
お疲れ様でーす。お疲れ。ここは4人部屋？そうですね。で、湯坂はケア受けてんの今？ケア受けてます。なんと贅沢だな。贅沢です。キャプテンは受けてないのに。キャプテンどう？長崎遠征。いや、まあ優勝ないですけど、まあいい積み重ねはできてるね。はい。いい感じですね。湯坂どう？長崎あご飯美味しくて、まあ、楽しいっす。楽しい？はい。そうだね。そうっす。引き続き頑張ろうね。頑張りましょう。まあ2人はインタビューってよりかまだ 1,2 年生だからなんかやっとく？ちょっとあるんだあるんだ。ショートコントお化け屋敷。怖いよ、大丈夫よ、大丈夫。大人2枚で入ってないかい？ありがとうございます、ありがとうございます。泣いちゃいました。そうだね、どうしたの？ちょっとカメラさんちょっとやってもらってもいいですか？大丈夫？え、どうしたどうしたどうした、何それ？ユリアンやないかい。どうもありがとうございました。この会場俺の陰の踏み方ついてこれるか？お前ら全然ついてこれてね。俺の陰の踏み方や分かってるか？俺にはまだ技術足りねえが、ここでぶち上げてくぜこの会場。こいつもう一回言っちゃった、オリジナル。俺が警察ならこいつなんて取り締まるよ。よこいつなんか言っちゃってる、オリジナル。自分インフムとか言って全然踏めてないじゃん。よ俺が4年だから4年の背中で見せる。よお前ないオリジナリティ、お前ゴミみたいに技術ないからな。俺らハイクオリティのライブ見せてやるわ。いや、そのお前のやり方全然わかんねえ。お前本当に法制の恥だな。お前本当端っこみたいな下がってろ。いや端っこ、お前パチンコガチンコのバトルができねえ。こんな感じなんで、いやパチンコと言ったら777かもしんねえけど、俺のライブの方が浅はかだな。いやお前本当にスキルもね浅はかだな。そう浅はかだな。俺の誕生日5月に行くか。陰にしたらゴミの日だな。やばい、こっから思いつかない。端っこのベッドで寝てる、コンセント取らなくて困ってる。早くベッド返してくれよ。中川慎、今日は床で寝てろや。いいよいいよいいね、こいつ先輩にもしっかりディスってきる中川慎。こいつ頭悪い、こいつ俺らには逆らわない。俺のスキルならば右肩上がり。よお前生き方ダサい、俺お前殺すでミリタリーあったし。いえこうやって心っこ踏んでみろ、お前こういうのが俺のスタイル、わかる？いや、大事なの踏むの5個6個、はい、だけど心も大事にしろってことだぜ。いや、お前あんまり深すな先輩かぜ。だけど野見山、こいつは唯一の変態だぜ。いや、分かる、こいつの限界打点かもしんねえけど、はい、こんな感じで適当にラップやってけばいいぜ。いや、あそこで撮ってるぜ、渡辺亮平。こんなラップしてるぜ、バカだぜ、当然。はい、やばい。お疲れ様です。お疲れ様です。まだあんの？びっくりした。ここはゆったり過ごしてるんですか？もう寝る前ですか？あ、もう寝る前です。寝る前、クロス何してんの？いや、前ちゃんにウィル負けてます。前ちゃん強いの？バカよ、あ、来た、あ、行きました。めっちゃ弱いです、クロスが。で、4年生が今年から副将の細谷康平選手です。この部屋どう？部屋2人とも、まあ落ち着いてるね。落ち着いてる？うん、落ち着いてるよ。で、この前ちゃんと結構一緒によく見るのがこの島田ハルトなんだけど、こう仲いいの？2人仲いいです。仲いいの？結構ずっと一緒にいるね、寮でも。2人でタイタニック行ってます。映画見たの？はい。いいね。あと4年間、あと4年だもんね。仲良くね。黒瀬何？明日天気決めちゃいます。頑張ってね。頑張ります。じゃあ明日も頑張ろう。お疲れ。お疲れです。Watch Premier League on the Zone。ケフおはよう。おはようケフ。ケフ元気？元気っすよ。どんな感じ？もう昨日ほぼ出なかったんで。そうだね。もう最終日結構元気っすね。え、なんかできる？なんかできる。元気な証拠。元気な証拠。どういうの？
いやもう元気な証拠、元気って分かれば別にいいよ。いやちょうど翼出て、ちょうど翼出て。これはつ、ケフ？つ、あの翼で見えなかったやつをもう一回やって。いやもう遅いっす。翼で見えなかったやつ一回やって。パワー。元気だな。おはようございます。元気ですか？元気です。最終日。はい、頑張りましょう。元気な証拠見せてください。パワー。嘘でしょ。かぶることあんの？かぶることあんの？でも、でも。来た、取れ高を。ありそう。濃いな、本当に。A チーム。おはようございまーす。デビー、元気？元気？最終日。なんか、元気な証、なんか証拠見せれる？ブラボーあー、すごい。元気だ。おはようございまーす。おはようございます。キャプテン、元気っすか？いや、もう、超元気です。元気な証、ちょっと見せれます？塩だなー。イブ元気？元気です。元気な証見せれる？パワー！あ、被るんだ。3人。え？3人被るんだ。